オラ、皆様こんにちは、エリカです。エリカチャンネルへようこそ。前回の YouTube を見ていただいた皆様ありがとうございます。本日はお肌の根っこの部分のお話をさせていただきたいと思います。植物は日光、気温、風通し、土、肥料、水、草むしり、害虫駆除などが大切です。お肌でのトラブルに例えますと、日光は日焼け、シミのトラブルになります。また気温、風通しは乾燥、土は血行などが悪くなります。肥料、栄養分が足りない、水やり、保湿が足りない、またシワの原因になります。草むしり、害虫駆除は洗顔につながります。毎日の水やり、栄養を与えること、忙しい中でも日々のお肌のケアを怠らないように、お肌に栄養を与えることが大切なんです。すべてが大切ですが、一番大切なのは根っこの部分。それは畑を耕し、土を柔らかくし、空気をたくさん土の中に含ませ成長させることです。畑に種をまいて水もあげない、肥料を足さないと野菜や植物は育ちません。乾ききった土では植物は育たないんです。雑草が生い茂った土地では植物は大きくならない。栄養が不足している土では大きな実は咲かない。ざっくりとイメージができると思います。たとえ1回だけ栄養を与えて放置したら大きく変化をしてくれませんし、そのままほったらかしにしても良くはなりません。となると次に必要なことは、毎日水をあげて栄養となるものを与えることが大切なんです。日々の手入れが5年後10年後のあなた自身のお庭になるんです。真皮層にあるコラーゲンやタンパク質といったお肌の弾力を支える細胞をよみがえらせる、元気を取り戻させる必要があります。皆様、今の話を聞いて考えさせられたことはありませんでしょうか。そこまでか深く考えてなかったなと思う方が多いと思います。次回は大人ニキビの原因をお話ししていきたいと思います。それではアディオース。 Thank you.